はい、それでは岡島選手インタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。現在コンディションの方はこういかがでしょうか。コンディションはいいです。まあ、めちゃくちゃいいです。前回の試合からこう結構入って11月ですよね。去年11月。そうですね、11月です、ね、ちょっと空いてますけれども、はい、特に問題なくっていう感じで。問題はないですね。わかりました。まあ、前回こうプロデビューして初黒星だったと思うんですけれども、はい、どのようなこう気持ちでした。いや、まあ、負けたなっていう。普通にもう、はい、そんなに吹っ切れました。はい、まあまあまあ、そんなに引きずることなく。そうです、まあ、勝つことがあるから負けることもあるんで、うん、はい、まあ、しょうがないなっていうところです。そうですね。そのこう試合後からこう練習とかでこう意識して変えてることとかっていうのは何かあるんですか。まあ、でも結構いろいろ変えましたね。なんか全部パンチの打ち方だったり、まあ、分かる人は分かると思いますね。次の試合で、はい、その成果を見せられるっていうことですか。そうですね、うん、あと髪色も変えました。それはなんかこう気分的な。そうですね、ちょっと初心に戻ろうと思って。で今回は新見選手とのタイトルマッチになりますけれども、はい、前回戦ってこう勝ってるわけじゃないですか。前回こう戦った時のこう感想っていうのはこうどのような。前回戦った時の感想は、圧力が結構あるなっていう感じですね。うん、まあ、でも僕も結構あるんで、はい、新見選手はまあ圧力あります、はい、うん、でもまあ圧力負けはしないなっていう感じですか。まあ、そうですね、はい、負けないと思います。うん、まあこうトーナメントこう一緒にこう出てて、新見選手の戦いぶりっていうのはこうどのようにこう感じました。また僕とやった 時よりも強くなってて、戦い方がちょっと変わってたなって思いますね。うん、ご自分と戦った時と比べてどこにこう新見選手は成長してるなっていう風に感じました。成長してるなってめちゃくちゃ上からなんですけどもそのあれですね、気持ちもともと強かったんですけど、気持ちと、パンチのやっぱりラッシュっていうんですかね、相手の得意なところを消して自分のいい方向に持っていく、なんか上手いなって思いましたね。うん、改めてこう、まあ、今回こうタイトルマッチにこうやるっていうところでは、はい、どのようなこう相手としてこう捉えていらっしゃるんですか。どのような相手。めっちゃ強いなって感じですね。はい、強い相手ですね、すごい。タイトルマッチにこう挑戦するっていうことについてはどのような思いがありますか。タイトルマッチに挑戦する思いですか。いや、もうただただ嬉しいですね。はい、ベルトが欲しいんで、はい、はい、まあ、チャンピオンを目指している中でやっぱタイトルマッチにこうたどり着いたのは、はい、ご自分の中でこう早かったなと思います。それともやっとかやっとみたいな感覚ってどっち。いや、まあ、戦績的にも早かったので早いなと思いましたね。まあ、でも嬉しいですね。はい、もしこうご自分が勝ってベルトを取ったら、まあ、まあ勝ちますけど。勝ちます、はい、その自信はめちゃくちゃ強いですか。いや、めちゃくちゃっていうか、まあ勝ちますね。で、勝つのはもう勝つっすね。倒せるかどうか、って感じですね。はい、KO できるかどうかしか問題はない。そうですね。ベルトを取ったらこうどんなチャンピオンになりたいって考えてらっしゃるんですか。どんなチャンピオン、まあ、舐められちゃダメですよね。なんで、あいつとはやりたくないなっていうチャンピオンになります。こうクラッシュのこうベルトを取ってその先っていうのはご自分の中で、ね、考えてますか。考えてます、考えてます。その先も
なんかやっぱり今フェザー級の選手がやっぱ面白くない人が多いんで、前まではなかったんですけど、なんだろう、ちょっと俺が倒さなきゃダメだな、倒せる面白い選手にならないとダメだなって思いましたね。そうしないとこう自分がこう倒してこう強くならないとフェザー級という階級が面白くないと思われちゃう。そうですね、フェザー級はやっぱり面白くないですね。それを見てて感じるんですか？やっぱ個性ある選手はたくさんいるんですけど、やっぱ口だけの人が多いんで、例えば、いや、まあ、いろんな選手です、はい、いやまあ自分も普通口だけには なっちゃダメなんですけど、やっぱり、はい、倒せる選手がいないんで僕がなろうと思いました。それをまあ今回のこうタイトルマッチで証明したいというところで、はい、タイトルマッチで見せます。じゃあ、あと最後にファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、コロナで一席空いてるんですけど、それでも応援しに来てくれる皆さん、応援よろしくお願いします。絶対倒します。